議長。吉田幹人君。はい。いわき市議会政制会の吉田幹人であります。いわき市議会議員の任期4年間の最後の質問となります。4年間いろんなことがあったなと目を閉じると走馬灯のようにこう思い出されます。その最後の登壇の機会をいただいたことに感謝申し上げまして、以下一般質問をいたします。大きな質問の1点目は地方公開系システムについてであります。1点目、導入目的について。企業会計は企業がその活動内容及び成果を報告する手段として行う会計であります。資金の運用成果の説明責任を果たすために会計報告が必要になります。複式簿記を用いて貸し方と借り方の設定と仕分けの記帳を行い、仕分け帳、資産帳、資産表、総勘定元帳、財務諸表を作成します。費用は発生主義を採用し、収益は実現主義で把握されます。一方、これまでの地方公会計は単式簿記、現金式主義で行われてまいりました。これを企業会計に近づけるべく新たな地方公会計を導入する動きがあり、国もその方針を示しております。そこで、すでにこの地方公会計システムを導入している主な自治体について伺います。財政部長。国が示した統一的な基準による地方公会計を導入している主な自治体につきましては、中核市では平成26年度決算から導入いたしました旭川市と倉敷市の2市となっておるところでございます。またこれより先行して取り組んできた自治体の例といたしましては、東京都が平成18年度決算から統一的な基準では純資産変動計算書に計上する税収を行政コスト計算書に計上するなどとした独自方式で取り組んでいるところであります。議長。吉田幹人君。はい。企業会計の目的は大きく分けて財務会計と管理会計があります。財務会計の目的は外部の利害関係者への報告であり、財務諸表等を用いて企業の財務状況を明らかにする役割を担っております。また管理会計は経営者が企業自身の財務状態を把握し、経営の意思決定に役立てるための資料提供を目的にしています。企業会計導入のメリットとして、この財務会計と管理会計をはじめとしていろいろなものがありますが、先進自治体における地方公会計システム導入の目的について伺います。財政部長。先進自治体における導入の目的につきましては、独自の方式で先行的に取り組んでいる東京都の例で申し上げますと、自治体の財務状況をこれまで以上に正確かつ迅速に把握することによって、限られた資源の一層の効率的効果的な活用に努め、戦略的な行政運営を展開していくことなどを目的としているとのことでございます。議長。吉田幹人君。はい。それではいわき市における地方公会計システムの導入目的について伺います。財政部長。本市の導入目的につきましては、資産・負債等のストック情報や原価償却費等のコスト情報の正確な把握のほか、市民の皆様や議会等に対し財務情報を分かりやすく示すといった開示手段の充実、政策調整や予算編成等に有効に活用するなど、財政の効率化や適正化に向けたマネジメントの強化、さらには自治体間での比較可能性の確保などが期待できるものでありますことから、国の統一的な基準により導入することとしたところでございます。議長。吉田幹人君。はい。2点目は導入スケジュールについて伺います。
現時点での地方公会計システムの導入スケジュールはいかがか伺います。財政部長。地方公会計システムの導入に向けた今後のスケジュールにつきましては、平成27年度に整備いたしました固定資産台帳の更新や日比仕分けによります複式簿記の導入に向けたシステムを構築するほか、職員の研修等に取り組むこととしており、平成29年度決算からの財務諸表の公表に向け、計画的に作業を進めてまいりたいと考えておるところでございます。委員長。吉田美紀夫君。はい。地方公会計を導入するにあたっては、導入目的を達成するために、さまざまな活動が必要になります。例えば、現在の官公木設で大分類から小分類にされております科目表示ですが、それをあるべき集計単位と整合させるために、会計原則、経営管理、会計システムに詳しい公認会計士を内製化している自治体があります。例えば埼玉県の和光市においては、大手監査法人の公会計専門の若手会計士に市役所内部に常駐してもらって、現在の会計システムおよび会計処理の実務、具体的には現在の会計伝票の処理、支払いの実務、固定資産管理のプロセス等を理解してもらい、それを踏まえた上でスムーズに新会計システムのメリットを享受できるようにしております。大事なのは外部に発注して任せるというのではなくて、導入検討段階から公会計の専門家に市役所に常駐してもらい、現在の実務を踏まえた上で内部のスタッフとしていわき市のため市の経営管理に役立つような仕組み作りに手を動かしてもらうことであります。折しもいわき市においては社会人採用が始まったところであり、このような専門スタッフを大手監査法人から公会計専門の会計原則、経営管理、会計システムに詳しい若手の公認会計士を任用することについての市の考えを伺います。財政部長。地方公会計システムの導入にあたりましては、国が作成した実務的な手引き書となります統一的な基準による地方公会計マニュアルを参考としているほか、平成27年度からは他の自治体において導入支援の実績を有する外部専門家による支援により、専門的な知識の習得に向けた研修等による職員のスキルアップなども図りながら作業を進めているところであります。委員長。吉田美紀夫君。はい。3点目は導入コストについて伺います。地方公会計システムの導入にあたっては、システム構築に関する外注コストだけでなくて、数名の市役所総合職が専属で導入に当たることとなるかと思いますが、その他にどのようなものを想定しているか、地方公会計システムの導入コストの内訳について伺います。財政部長。地方公会計システムの導入コストの内訳につきましては、固定資産台帳の作成・更新をはじめ、日比仕分けの導入に向けた助言、職員の知識習得に向けた研修の実施等にかかる外部専門家への委託料として、平成27年度から28年度までの2か年で約1800万円となっております。今後につきましては、外部専門家による支援業務を継続するとともに、財務会計システムの更新と合わせて導入いたします複式簿記に対応したシステムの導入費用等が必要になるものと考えておるところでございます。委員長。吉田美紀夫君。はい。地方公会計のシステムの導入にあたって、国庫補助金等の財源の手当があるのかどうか、地方公会計システムの導入コストにかかる財源について伺います。財政部長。地方公会計システムの導入にあたりまして、
地方交付税措置はあるものの、国庫補助金や県の補助金等の特定財源は予定されておりません。以上、吉田幹人君。はい。それでは、国庫補助金等の財源の手当がないとすると、いわき市の一般財源から支払われるということになりますが、改めて地方公開系システムの導入コストにかかる財源について伺います。財政部長。導入コストにつきましては、すべて一般財源での対応となるものでありますが、地方財政措置といたしまして、固定資産台帳の整備のための資産の評価及びデータ登録に要する経費のほか、財務書類等の作成に必要な専門家の招聘や職員研修に要する経費、情報システムの整備及び運用にかかる経費の一部につきましては、地方交付税措置がなされるものであります。以上、吉田幹人君。はい。4点目、固定資産台帳について伺います。国から示された公共施設等総合計画に基づいて、平成27年度から固定資産台帳の整備を始めていると伺っておりますが、現在の固定資産台帳の整備状況について伺います。財政部長。固定資産台帳につきましては、地方公開系制度に基づく財務書類の作成にあたって、必要となる資産の状況を正確に把握するために不可欠となる帳簿でございます。固定資産を取得から処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理するため、土地、建物、備品など市が所有するすべての固定資産について、取得年月日や取得価格、耐用年数、原価償却累計額、数量等の情報を網羅的に記載するものであります。本市におきましては、平成27年6月に関係各課からなる庁内の公開系ワーキンググループを設置し、外部専門家の助言を受けながら、資産の棚卸しや資産情報の集約整理を行い、平成26年度末現在の固定資産台帳を昨年度整備したところであり、今後は毎年度台帳の更新をしていくこととしておるところでございます。以上、吉田幹人君。はい。固定資産台帳を整備するにあたっては、たくさんの課題があったかと思います。現在、整備の過程の中で把握されている課題について伺います。財政部長。今回整備した固定資産台帳におきましては、土地、建物、備品など約11万7000件に及ぶ資産の情報を記載したところでありますが、資産の所管部署においては、個々の資産の取得年月日や取得価格等のさまざまな情報を整理する必要があり、相当な作業時間を要するといった課題が明らかになったところでございます。今後におきましても、毎年度の台帳更新に伴う資産情報の整理が、財務書類の作成には必要不可欠でありますことから、市の歳入、歳出等を管理する財務会計システムと固定資産台帳システムの連携を図るなど、効率的、効果的な事務の執行に向けた検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。以上、吉田幹人君。はい。5点目は利活用の方法について伺います。地方公開系システムが導入されることにより、これまでよりも分かりやすい財務諸表等が作成されることが期待されます。地方公開系システムにより作成された財務諸表を広く市民に対して提供することのメリットについて伺います。財政部長。地方公開系システムの導入による財務諸表利用者にとっての利便性といたしましては、発生主義、複式簿記による財務書類の作成により、現金主義、単式簿記では評価しきれない資産、負債等のストック情報や、原価償却費等のコスト情報をより正確に把握することなどにより、市民に分かりやすい情報の提供が可能となることから、財政の透明性が高まることなどが期待できるものと考えておるところでございます。以上、
吉田幹人君。はい。地方公会計システムによる財務諸表等の作成により、市の経営管理や政策判断にどのようなメリットがあるのか伺います。財政部長。地方公会計システムの導入による経営管理上のメリットにつきましては、これまでの現金主義会計では見えにくかった資産・負債等のストック情報や原価償却費等のコスト情報の正確な把握により、政策調整・予算編成等への活用や財政の効率化・適正化に向けたマネジメントの強化が図られるほか、自治体間での比較が可能となることなどが期待できるものと考えておるところでございます。議長。吉田幹人君。はい。これまで市が提供するサービスに関していくら税金がかかっているのかわからないという課題がありました。地方公会計システムによる財務諸表の作成により、行政コストとサービスの関連性がどの程度明らかになるのか伺います。財政部長。行政コストとサービスの関連性につきましては、地方公会計システムの導入により作成することとなる財務諸表のうち、行政コスト計算書において現金主義会計では見えにくかった原価償却費など現金支出を伴わないコストも含めた適正な期間損益計算を行うことが可能となるものであります。また貸借対照表を作成することにより、行政サービスを提供する上で必要となる土地や建物、現金などの資産と地方債や引当金等の負債の状況などのストック情報の把握も可能となるものであります。市といたしましては、導入の効果等について検証を行うとともに、具体的な内容につきまして先進自治体の事例や専門家の意見等も踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。議長。吉田幹人君。はい。会計システムの変更は単なるプロセスの変更にとどまらず、誰に報告するのか、何を報告するのか、どのようなことに税金を使っていくのか、この情報提供の仕組みであります。多大な工数をかけて導入する以上、いわき市の経営がより有効に、そして効果的に、そして効率的になっていくことを記念して次の質問に移ります。